電磁直通ブレーキは、鉄道車両の空気ブレーキ方式の一つである。1920年代後半に、アメリカのウェスティングハウスやブレーキ車の手によって、非常便付直通空気ブレーキに、電磁球配便を付加した、隅ブレーキが主に、インターアーバンや地下鉄向けとして、ワブコによって開発され、さらに1930年代に入り隅の、 非常便部を一般的な自動空気ブレーキと置き換えた HSC ブレーキがその名の通り高速列車用を主目的としてやはりワブコによって開発された。前車は1948年以降ニューヨーク市地下鉄で大量採用され、後車は在来の自動空気ブレーキ装備車と並結可能となったため特にアメリカからの電鉄技術導入が 本格的に再開されたでは、1954年以降都市間、電気鉄道を中心に爆発的に普及し、当然新幹線にも採用された。電磁直通ブレーキは、その名の通り直通ブレーキを改良して、電磁弁を付加、応答性の改善を図ったものであり、その最初の実用化例となった、隅ブレーキの名称も、当時のワブコの、命名ルール通り、ストレートエアブレーキ。 モーターカー、エレクトロ、ニューマティックバルブ、エマージェンシーバルブのセット後に由来する。機構的には、運転席の直通ブレーキ用、ブレーキ弁に付加されたスイッチから、弁の動作を指令する、電気信号を得て、各車両の電磁弁により、ブレーキ圧力を制御する方式である。純粋に、空気圧のみで各車のブレーキ弁に指令を伝達する、自動空気ブレーキに比べ、 はるかに高速な電磁弁による同期で編成が、長大化してもブレーキの応答性が良く、締め切り電磁弁により、発電ブレーキや回生ブレーキの連動が容易かつ、スムーズに実現できることから、超編成の高速電車に多く用いられ、国鉄では、SED やセルド、多くの私鉄では、ワブコの製品名であるスミ、HSC の名で知られている。ただし、異常時に、 ブレーキが効かない直通ブレーキを基本としているためバックアップとして自動空気ブレーキ相当の機構を備えるのが一般的である。近年では運転席にブレーキ弁やその空気配管を持たず全て電気信号として指令を出す電気指令式ブレーキに移行しつつある。国鉄の SED ブレーキのモデルズ直通ブレーキは構造が単純であるが 空気感が破損したり連結が外れるなどして圧縮空気が漏れた場合、ブレーキ力が失効するという大きな欠点を持っている。したがって一部の路面電車や機関車が単行運転を行う場合など限られた仕様にとどまり、一般には空気感に異常があった場合、直ちに非常制度がかかる自動空気ブレーキのほか直通ブレーキに自動空気ブレーキの原理に基づく、 非常弁を併設した非常直通ブレーキが古くから用いられてきた。ところが、時代の変遷により、列車が長大化してくると、自動空気ブレーキにおける応答性の悪さが問題となった。自動空気ブレーキの場合、先頭車両と最後尾車両の間では、ブレーキ指令からブレーキシリンダの動作までの所要時間の差が大きく、 日本で一般的に使用されていた M3 動弁や A 動作弁の場合は最高尾車での遅延が発生する。また、編成全体が全ブレーキに達するまでの所要時間は M3 動弁と A 動作弁でそれぞれとなり、長大編成化すればするほど大きなタイムラグが発生することになる。その対策として各社のブレーキ制御弁に電磁球配弁を付加して、 その応答性を改善する電磁自動空気ブレーキがアワブコの手で考案された。アメリカではインターバンを中心に在来車の旧型ブレーキにまで電磁給配便を追加し重量編成以上の長大編成化を実施する例が多数見られた。また日本では A ブレーキへの電磁給配便負荷が国鉄80系電車でエアーブレーキとして実用化され16両編成の 実現に大きく寄与したほか、西武鉄道や京阪電気鉄道、阪急電鉄などの私鉄各社でも、既存自動空気ブレーキへの電磁球排便負荷による、ブレーキ応答性能の向上が、編成の長大化に貢献した。さらにその後、技術の発達で、電磁弁の機械的な動作信頼性が上がってくると、応答性に優れる直通ブレーキの特性が、見直されるようになった。 そこで直通ブレーキに電磁弁を追加し、信頼性と応答性を向上する電磁直通ブレーキが開発された。電磁直通ブレーキ方式の列車には直通管が引き通してあるほか、運転台のブレーキ弁にはハンドル操作を電気信号に変換する電空制御機が取り付けられており、これは電気的に各車両の電磁給配弁と繋がっている。 運転士がブレーキ弁を操作すると SAP 管を通じて空気による指令が中継弁へ送られるとともに電空制御機により各車両の電磁球配弁が作動する。これらの指令により SAP 管から各車両の中継弁に空気が送られ空気ダメの圧縮空気がブレーキシリンダに作用する仕組みとなっている。中継弁への球、排気は電磁球配弁により SAP 管の下、減圧に先んじて行われるが、1万1、電磁球配弁が故障した場合も SAP 管からの空気圧による指令で中継弁が動作するので、ブレーキは作用する。また、SAP 管が全車両に引き通されることによって、各車間の微妙なブレーキ力のばらつきやアンバランスが平均化される。電磁直通ブレーキは、減圧により、ブレーキ弁を作動させる。 自動空気ブレーキに比べ、きめ細かなブレーキ操作が可能であり、応答性にも優れる。また、自動空気ブレーキでは、ブレーキ弁に、単純な三型弁が使用され、必要に応じて、込め、重なりイコール保ち、緩めイコール抜きといった特殊な操作を行うことで、ブレーキ弁に指令を行うが、電磁直通ブレーキでは、セルフラップ弁が標準であり、 ハンドルの操作角度に応じたブレーキ力が得られるように設計されている。電磁直通ブレーキで最大勢力となったワブコの隅 HSC ブレーキには発電ブレーキや回生ブレーキとの連携動作を円滑に、そして容易な操作で実現可能とするために様々な工夫が凝らされている。まず、これらのブレーキでは電気ブレーキの指令時に制御機から電空制御機に 対してもブレーキ指令が行われ、電気ブレーキ動作中は常時直通管が加圧され、続けるようになっている。これだけでは、制動力課題による、急停車などの異常動作を引き起こしてしまう。だが、隅、HSC ブレーキの場合は、この電磁球配弁と中継弁の間をつなぐ SAP 管に、 常実の締め切り電磁弁及び込み弁と呼ばれる特殊な弁を並列で挿入することでスムーズなブレーキタイミングの動機、連携動作を可能としている。締め切り電磁弁はこの電空動機システムの中核を担う機構である。この電磁弁は制御機内のスイッチが切り替わり、電気ブレーキが立ち上がるまでの間は、表示されており、電磁球配弁から送り込まれた空気圧は、 解放状態のこの電磁弁を通ってそのまま中継弁に流される。だが、一旦電気ブレーキが機能し始めると、この弁の電磁回路は制御機内のリミッターリレーの働きで例示され、それによって弁が動作して SAP 管を高速閉鎖するという役割を担う。この機構により、電気ブレーキの宿命であるブレーキの立ち上がりの遅れを最小限に抑制している。 しかもこの機構は電気ブレーキが機能しない場合や締め切り電磁弁が故障した場合には開放状態で固定されるためそのまま通常の空気ブレーキが動作するというフェールセーフ機構をも実現しているこうして締め切り電磁弁の働きによってスムーズに立ち上がった電気ブレーキがその働きによって列車を十時速 20km 程度まで減速すると今度は 発生電圧の低下等によって制動力が失効し、再度空気ブレーキに切り替える必要が生じる。この際、列車速度の低下に比例して電動機を流れる、電流量も低下することから、これを検出した制御機内のリミッターリレーによって、締め切り電磁弁が生じされて、SAP 管が開かれ、空気ブレーキが動作することになる。しかし、単純に締め切り電磁弁を開いただけでは、 ブレーキシリンダーが動作して有効になるまでタイムラグが発生し、しかも一旦制動力が途切れるため、切り替えの瞬間に大きな衝撃が発生することにもなる。この問題を解決するのがイコミ弁あるいは連動、米弁と呼ばれる装置である。イコミ弁は電空切り替えに伴うブレーキのタイムラグや、ショックを緩和する目的で搭載される極めてコンパクトな弁装置である。 この装置は電気ブレーキが動作し、かつ締め切り電磁弁が閉鎖している場合に SAP 管からの空気圧を高圧して中継弁に供給し、ブレーキ臭が車輪内子はブレーキディスク等に接触する程度の位置にブレーキシリンダーを保持させ続けるという役割を担っている。これにより締め切り電磁弁が開いた直後からブレーキ臭が制動ポジションに位置しているため直ちに 所要の制動力が得られ、上述した問題が回避可能となる。こうして、締め切り電磁弁とイコミ弁の連携動作によって、切り替えに伴う衝動をほぼ完全に抑制した、スムーズかつ確実な原則、停車が実現される。この間、乗務員は、電気ブレーキに対する指令を行うだけであり、空気ブレーキの操作は、一切行う必要がない。この巧妙にして操作が容易。 しかも安全性が高いという極めて完成度の高い機構こそが日本とアメリカ、特に日本で済み HSC 系電磁直通ブレーキが市場を事実上独占し得た最大の要因であった。電磁直通方式は優れた特性を持つが、前述した直通ブレーキの欠点は依然として残っているため、これを自動空気ブレーキで補う。 自動ブレーキ併用電磁直通ブレーキとすることが多い。この方式では、非常ブレーキとして自動空気ブレーキ相当の機構を搭載し、緊急時には電磁直通ブレーキとは独立して搭載された自動空気ブレーキ間の空気圧を減圧することで、非常ブレーキを作動させる。その他、HSC ブレーキのように自動空気ブレーキを併設して、 常用動作可能としたものもあり、こちらは在来の自動空気ブレーキのみを装備する車両との並結が可能である。またこの種の自動空気ブレーキ併設レンジ直通ブレーキ搭載車では直通ブレーキ部が故障した場合には、運転台のブレーキ弁に設けられた常用自動空気ブレーキ指令機能を利用することで、急停止せずとも安全に列車を停止させることが可能である。 ただし、近年は、A 弁などのブレーキ制御弁の生産完了で、常用自動空気、ブレーキシステムの補修部品の調達が困難となりつつ、あり、これに伴い HSC ブレーキであっても、ブレーキ制御弁を MP 調弁で置き換えて、常用自動空気ブレーキの使用を禁止し、実質済みブレーキ相当に改造した例が増えつつある。また、日本国有鉄道では、ベンに代わって、 整備性、信頼性に優れた CLK 自動空気ブレーキ用の3、マクドーベンとしている。電磁直通ブレーキは、開発国であるアメリカにおいては、従来のアム・ワミューブレーキ等と置き換わる形で1920年代、後半より、ワブコ製自動空気ブレーキや非常直通ブレーキを導入していたインターバン各社や地下鉄、高架鉄道で普及が徐々に始まった。 しかし、そのデビュー時期が、モータリゼーションの進行や太平洋戦争の開戦と、重なったため、完全に、在来方式のブレーキを置き換えるには至らなかった。これには、車両数で採用手の一つであったニューヨーク市地下鉄が、アミューブレーキの性能に満足していて、その採用を絞り、1948年の R10 で、隅ブレーキを正式採用するまで、 1930年代後半には、試作車への搭載は行っていたとは言うものの、10年以上、態度を保留していたことも少なからず影響を及ぼしていた。その一方で、1930年代中盤に、WH 社の手により、ブレーキ弁と主管制御機を縦軸のまま一体化するシネストンコントローラと呼ばれる、現在のワンハンドルマスコンの先駆けとなる画期的な、 システムが開発され、PCC カーなどへの導入が開始された。これに組み込まれたブレーキシステムは、隅計ではあるが改良が施され、気候上電空動機を完全なものとする必要があったことから、前日の締め切り電磁弁やイ込み弁が採用されている。これに前後して、当時流行の軽量高速機動車列車で確実な制動を実現するために、 HSC が開発されており、ワブコによる電磁直通ブレーキ開発はこの時期に一つのピークを迎えたことになる。これに対し、日本においては戦後国鉄80軽電車で16両編成を実現するために必要な応答性能とブレーキ力を確保する目的で営動ベ弁に電磁道機弁と中継弁を付加した電磁自動空気ブレーキであるエアーブレーキがまず実用化された。 これに続いて CD あるいは ARD などの形で自動空気ブレーキ機構を基礎とした電空動機ブレーキの開発が進められた。もっとも日本で開発されたこれらの電空動機ブレーキはいずれも機構的に未熟かつ操作が複雑で扱いづらく、またその性能も十分とは言い難いものであった。このため1954年に A ランチカ鉄が 第二次世界大戦後初の新規開業戦区となった丸の内専用車両である300型に搭載予定の機器のテストベッドとして製作した銀座専用1400系2両でワブコから輸入された隅ブレーキが初採用され少し遅れて小田急2200系電車で HSC ブレーキが導入されて以降それらの独自開発ブレーキシステムは後日の日立式を除きほとんどが通たあるいは HSC への換装等によって駆逐された。以後は1980年代まで、この2種が電車の標準ブレーキ方式として、レスポンスの良さから直通ブレーキが愛用された路面電車や非常便付直通ブレーキで十分な程度の輸送需要しかない小規模なローカル施鉄などを除く、日本の電気鉄道ほぼすべてに広く普及した。 国鉄においてもモハ 90K から SED あるいはセルドとして HSC ブレーキのデッドコピー品が本格採用されカルダン駆動方式発電ブレーキとともに新性能電車の定義要素の一つとなった。特に新幹線で系電車においては国産独自開発が重視される中同じくアメリカのウェスティングハウスエレクトリックお及びナタル社で開発された WN ドライブと共に高速運行を支えるキーコンポーネントとして重積を担った。当初は発電ブレーキ併用のスミ D、HSCD、SED、セルドが主流であったが、1960年代中盤以降、マグアンプによる分巻き械時制御や、境時直波制御などの実用化により、回生ブレーキを併用する HSCR やサルア方式も採用されている。 もっとも、保安ブレーキとして従来通りの自動ブレーキ機構も、搭載しなければならないことによる、コスト、重量、保守の手間が増大すること、また休憩者との操作の互換性の問題などから、私鉄ではこれらを嫌って、電磁直通ブレーキの導入を見送るケースも少なく、なかった。日本の動力近代化に貢献したもう一方の、柱であった機動車においては、当初制御系統が、 エンジンの電装計から給電される24、ボルト電源を編成に引き通して、総括制御を行っていたこと、少数単位での連結、解放が多いこと、それに既存形式との併結時の互換性維持を必要とするのに対し、関東鉄道上層線のような極まれな例外を除けば過密ダイヤとは無縁であり、電磁直通ブレーキ採用のメリットは薄く、A 動作弁の DA1K ブレーキから、 互換性を維持したままだか性能化できる空洞差弁の CLK ブレーキに移行している。その後、省力化と軽量化を主たる目的として一足飛びに電気指令式ブレーキが採用されるようになっている。現在では電磁直通ブレーキに代わり、直通管や運転台のブレーキ弁を持たず、電気信号のみで制御する。 電気指令式ブレーキが MBS として1960年代末に三菱電機と大阪市交通局との共同開発で開発され7000.8000系及びその量産となる大阪市交通局30系電車で初めて採用された後万博輸送でその信頼性を証明し以後電車用空気ブレーキの標準方式として一般化している 国鉄の在来線車両では、在来車との互換性の問題から長く SED、セルド系ブレーキが使用されたが、末期に開発された2 1 1お及び2 0 5系からこの方式に移行した。ただし、電磁直通ブレーキと電気指令式ブレーキでは、これらブレーキの指令方式が異なる、車両間の並結運転が一般に不可能であり、 車両運用の自由度確保を考慮して、小田急電鉄や名古屋鉄道、近畿日本鉄道のように1990年代まで電磁直通ブレーキを標準として採用していた鉄道会社もあり、21世紀以降の導入車両でも南海電気鉄道の通勤ズームカーは電磁直通ブレーキを採用している。また、この問題に対する対応策としては、小田急3000系。 電車、8000系、1000系のワンハンドルマスコン改造車、近鉄22000系、16400系、22600系、16600系、京都市営地下鉄、カラスマ線に乗り入れる3220系を除く、シリーズ21などのように、電気指令式ブレーキを採用しながらも、電気指令と空気圧を相互変換する読み替え装置を搭載し、 電磁直通ブレーキ方式の在来車と並結を可能にしている車両も存在する。相模鉄道の車両では、初の高性能車である初代5 0 0 0系以来、日立製作所が開発した電磁直通弁式電磁直通ブレーキと呼ばれる SME の操作に近い電磁直通ブレーキの一種が採用されている。これは編成の各車両に電磁直通弁と呼ばれる装置を取り付け、 この装置に直接電磁制御機から、緩め、重なり、常用、非常等の指令を行い、電気指令ブレーキに近いものとされることもある。電気経路が遮断された時は、自動空気ブレーキに切り替わる。電気信号を用いるため応答性が良く、ブレーキ装置は、従来の自動空気ブレーキ装置を多少、手直しするだけで済んだが、ワブコの持つ特許を回避するためにセルフラップ弁が、 使えず、また同じ理由で、締め切り電磁弁およびイコミ弁による電空切り替え、機構が使えないため、発電、改正制度との同期機構が複雑化し、ブレーキ弁の回転角に応じたブレーキ力が、それも電気ブレーキと空気ブレーキの切り替えを特に意識せずに得られる、ワブコの方式に比して操作が難しくなる、等の欠点があった。このためこの方式は、 相鉄以外では普及せず、相模鉄道でも改正制度の常用が前提となる、VVVF 制御を導入する際に、8000系以降の車両からは、電気指令式ブレーキへと切り替えている。ただし、初代5000系の5100系への更新時と、旧型車の機器流用更新車である2100系の、心臓機器への交換時の2例のみ、一般的なセルフラップ弁を持つ HSC ブレーキが、 採用された。また、高松こと平電気鉄道などの一部中小私鉄では、セルフラップ弁ではなく、M-18A 弁などを使用する通常の SME ブレーキに、電気接点と電磁弁を付加した電磁制御 SME と呼ばれる電磁直通ブレーキを使用している。これは、気候上日立式電磁直通ブレーキと同様に、隅ブレーキでは可能な発電制度や、 改正制度との同期が困難という問題点はあるが SME ブレーキの操作感覚のままで長大編成化が可能という大きなメリットがある。しかもこの方式は従来の SME ブレーキの機構部の利用あるいは HSC ブレーキの便装置交換により在来の旧型車と大手私鉄からの上都車の双方において 低コストに搭載可能で、それらの混用を容易にするという点でも、大きなメリットがある。そのためこの電磁制御、SME ブレーキは、財政的に VVVF 制御を導入できるほど豊かではなく、大手施設などからの譲渡車で、車両需要を賄っている、といった事情を抱える日本の地方中小施設に、現在も採用され続けている。 前述の日立式ブレーキの項にある通り、電磁直通ブレーキでは、ブレーキハンドルの操作角度に応じて、ブレーキ力が強弱するセルフラップ機構が標準的となっているが、日本においては、セルフラップ機構そのものが、電磁直通ブレーキの特徴であると広く誤解されている。これは、電磁直通ブレーキを備えた、私鉄高性能電車群及び、 国鉄101系電車登場後も、しばらくの間は、機動車や客車、貨車などでは、国鉄施設問わず A 動作弁を前提とする球体、依然としたブレーキハンドルが採用され続けたことによる、弊害である。またブレーキハンドルと自動ブレーキの動作弁が混同された一面もある。セルフラップ動作自体は、自動空気ブレーキでも可能であり、日本では、 ダイヤフラム式の空洞作弁採用後の車種ではセルフラップ機構を備えたブレーキハンドルが採用されている。ありがとうございます。